特別です。うわー、ひさしごとりじゃない、スパーンって。これを練るんですけど、アーティンチーズアラゼリーのためにアラゼリーを、水分が均一になってなくて、あ、そういうことなんですか。あー、綺麗。あ、これ菊の菊に見えるから菊練るって言うんですか。そう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 。あー、確かに菊や。うわ、すげえ。何もない。何もない。何もない。美しい。何もないとだね。ああ、ダイヤモンドやそれ。まとめです。お、まとめです。これはまとめ。まとめの作業。わあ、ほんまや。すげえ。あ、きれい。うわあ。素晴らしい。これができました。まあ、パウさんね、まあ、プロやから。プロさんね、プロさん。まあ、体験というよりも教える方だ、どっちかっていうね。いや、先生いましたね。まあ、先生いますけど、やっぱ陶芸教室はやってました。やっぱり、やっぱり、やっぱり整骨じゃないです。あ、みんなすごくないこれ。あ、ちょっと減らします、ね、いや、頑張ります。後ろで怖い先生がめちゃめちゃ見てますけどね。あ、すいません。やめてけー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 。欲しいね、欲しい。やめてけー。おい、声出していこう。やめてけー。最安さー。これすごい腕立てですね。奥に向かって奥とか、ま、ちょっとまあ、まあまあ、ね、一挑戦したいと思います。めっちゃ俺見て、いや食べれや後ろ。回す感じ。さっきこうだったんですけど、こうですね。こう。右手は添えてるだけと思ってください。右手は添えてるだけやって。右手は添えてるだけ。うん。スライド。スライド。左。左。右奥に。あ、右スライド。押していって。こっちか。ゆっくり回すようにして、右手は動かさずに左手をまた元の位置に戻して手前の方にして。おお。ちょっと待って、あの一人ついてたよ。やめなさいよ。まなみちゃんは本当にうんこ抱えてないんだ。ライブ配信してる。今あれちょうど一緒。すごい。だからちょうど今で皆さん、あのあれです。まあ、体験させてもらってます。いつもお世話になってるパーチさんで。今でまなみちゃんはオブっての録画された。あの、まなみちゃんはおぶつってとこ使う。いや、まなみちゃんおぶつっていうのは、あの、YouTube で使う。それすげえ。まなみちゃんはおぶつって意味が、こういう2人も合わせていただいて、パウスさんに私の手に。え？フュージョン。ガッチャンコ。おぉ、おぉ、さすがプロ。うわ、やっぱ違う。今違うぞ。ダイナミック。すげえ。トゲチャンネルで、稼ぎできる。チャンネル60万人。いやいや、トゲチャンネルじゃない。あ、じゃないです。お前か。ふざけんなよ。すごいですね。このね、うん、技術ですよ。お、どうですか。あのですね、やっぱこの手の動き、ね、他の人たちと全然違う動きがですね、うん、やっぱ皆さん、ね、見てほしい。いや、プロやから当たり前ですよ。当たり前です。十分です。はい。おー、すごい。さすがプロ。でもさすが、タッチダウンじゃない。タッチダウン、ラグビーボールじゃないの。すごい、すごいありがとう、ありがとう。あれ、どっちが本物ですか。私が本物なんだ。私が本物なんだけど。えぇ、ー、えぇ、ー、イチャイチャすんな、そこ。えぇ、ー、こいつ、動くぞ。あ、そう、なるほど。いや、川内さん、なんて行儀悪いんだろうと思って、レバーして、こっちと。あ、そう、びっくりしました。来る時の車の中もそうやったけど、どうやら、ネガティブキャンペーンっていうの、ネガキャン、ネガキャン、ひどいイメージを言われた。あそこに、あの、元凶がいるの。はい、どうも。喧嘩しに行きましょう。で、中心が出てるように、はい、バシンとやって。中心に連れてます。本郷さん、立ててください。いやー、難しいね。
叩いて重心をつけていきます。お、もうやってますね。はい、これ叩かれるのは何で、叩くのはちょっと。あ、そうですね。はじめまして。これからちょっとやっていきましょう。おー、顔をつけないと前が前ないので先生、結構力入れてますよね。あ、これは力入れてます。お前ちゃうやん、お前ちゃうねハンドパウンドにすんだ。お前先生笑ってるじゃないか。お前、これが土殺しって言います。土殺し。石川さん、見ててどう思いますか。結局すごいんだ。どうでしょう。はい、その調子で。その調子で。うるせえ。本郷さんうるせえな、マジで。すごい。気持ちいいな。先生、終わりました。魂込めすぎちゃいました。終わり。終わり。終わり。じゃあこういう風にはならないでください。頑張ります。どこまで行く。ちょっと自分なりにやってください。ちょっと。暴れる。久々にやってどんな感じですか。めちゃくちゃ楽しい。もうね、ろくろ欲しい。ろくろ自体。焼けないのに。スキニアに引っ越します。あ、妻さんどうですか。いやな、やっぱり、うまいこと言ってんじゃん、これ。どうやって、横の意味わからんとこ取れた。ちょっと、これ誰作ったこれ。これはすごい。湯飲みになりました。こっち少しまた、外側から内側に。外側を吸います。うまい。翼の落ちる。なんか水が取れる感じがする。なんか陶芸家ついでないけど、めっちゃうまい若者みたいな。反発してロックをやりだして東京出たけどっていう。なんでしゃくれてんすか。なんかすごい綺麗になった、急に。マジですか。すごいすごいすごい。作るときに、プロが逆にやってるっていうか、なんかもう神様みたいなランクの人が片手にやるやっていけるみたいな。肘でね、スワイプとかしてね、やるかもしれない。でもテレビ見たりもするんで。ああ、テレビじゃないかな。何なんですか、その目をそらして。いや、それは何でもないですけど。でもテレビダメだ。キングスのやっぱうまいね。やっぱ陶芸っていうのはやっぱり命があるんで、その命をどう吹き込むかっていうのは大事だと思います。まあそうですね、やっぱり皿、やっぱ受け皿になると思うんで、心がちょっと近いね。近いよ、ごめんなさい。ごめんなさい。近いのおもろいねんな、その人の素が出るねんな。お、すっごい綺麗。すごいね。おお、なんか段もあんまついてなくて、すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。うまいうまい。これがヒロトです。ヘロヒロ取っちゃいましょうか。ヘロヒロは、うわぁ、指で取っちゃいましょう。指で、え、とりあえずこれを手でペリペリ。え、じゃあ手でって言って。手で、手で、手で、手で取っちゃって。ここら辺まで平らに削っちゃってください。おお、アイス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 クリームゆっくり優しくアイスクリームの感じ。おせないおせないおせない。うるせえな。うるせえなこいつ。あ、そうそうそう。来たー。私勝村さん来てもらいたいんですけど、なんで舘村さん来るんですか。彼も忙しいから。彼も忙しいからでじゃねえよ。ちょっと見てます。あ、違う。いや、2回目で言いました。セクハラすな。でも綺麗にまっすぐになってるやん。はい、ありがとうございます。絵を描く気持ち。タピブラさん。指でこう。めちゃくちゃ。タピブラさん。陶芸なんですよ。優しいな。でも、
地さんのおかげで小顔効果やばい。ああ、やばいね。もういけ、ちょっとあれかな、もっと角度つけないと。いやいや、まっすぐって言ってたよ。角度つけようか。タピオカさん、そろそろ施設に戻るよ。あれ。Hello everyone, so for the last week we lost one great Togay. This is the Japanese, it's only for the last week of bringing one in the West. And I'm Nishikawa, and Chikawa, I said that I called the second flying low. Oh my god, I said campaign, oh my god, I want to look, it's been pretty much amazing. I think it's like, what is my speech, bro? It's been hard to watch this. Oh my god. どうなってるやろ。おお、まあ、これは蓋ですね。まあまあ、そう。ああ、蓋。この下に。ああ、なんか。下に。はい。出ましたー。やっと小さくなるんだ。小さくなるんですか。あれ、ちょっとここにあのカスみたいになってる。ああ、これ、ね、嘘でしょ。これがパスタの丼ですか。この2つが。そう、焼き物の神秘。あ、これは神秘だ、ね。神秘。違うでしょ。ついに。すげえ、マジか、すげえ、嘘、めちゃめちゃ綺麗や、すぎでしょ、これは、すげえ、わー、いいですね、焼き上がりましたね、すごい、もういい表情してますね、作ったやつがこうなるんすか、エッグ、ちょっと待って、みんな生き生きして落ちてる感じがする、うわすげえ、綺麗だ。陶芸財団で使えるようやく4種類全部使った。うん。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。今回だけじゃなくて、またしばらくしてからまた違うものを作っていただいてます。そうですね。もうなんか僕らは陶芸財団さんのね、はい、あの。作業場で作らせていただきましたけど、そうですね、はい、ちょっと離れた方でも、うん、家の近所で探せば意外と陶芸教室あるから、うん、ぜひね飛び込んでほしい、うん、そんななんかべらぼうに高いとかもないし、うん、すごい楽しいし思い出になるしね、そうぜひやってほしい、本当こう身近に体験できるますもんね、もう、うん、そうで地域地域で土の種類も釉薬の色とかもね全部違うから、うんはい、その土地に根ざした陶器が作れるはず、うん、それもまた面白い、 面白いうわー、それはもういろいろ体験できますね、もう、うん、ぜひ皆さんも体験していただければなと思います、うん、なんかすごいキャラ出てきたなんかWe'll be right back.